願いします。またこのイベントやるんだ。これってモテない運動部の男子たちが彼女探すイベントでしょ。リカ、今年は新たくんにチョコあげるんでしょ。新たにチョコか、うん、チョコあげたらあなたきっとキスだけじゃ済まなくなっちゃうよ。俺はこんなチョコいらねえ。俺が欲しいチョコはとろけそうなほど甘くてこの世に一つしかないチョコさ。名前はニカって言うんだ。いやーあなた積極的。何にやけてんだお前。うん、何でもない。お危ない危ない。どういうこと。しかも新しい校則すっごい厳しいの。男子は襟足眉毛にかからない髪型で、女子は肩に髪がついたら黒か茶のゴムで縛る。髪染めるのも化粧も禁止なんだって。てか携帯の持ち込み禁止ってそんなの無理だよね。男女交際禁止だと。君には関係ないだろ。一体誰がこんな規則決めたのよ。俺だよ。誰あんた。結構イケメン。どんな先生いたっけ。今日からこの学校に赴任した染谷刑事だ。新しい先生がどうして校則を。今後この学校の規則は全て俺が決めることになってね。嘘よ。新任の一教師がその権限。俺にはあるんだよその権限が。校則改正は決定事項だ。来週から適用される新校則に違反した者は理由問わず停学処分とする。停学。それからこういった風紀を乱すイベントは禁止だ。校則に違反したら停学。ザウエ15。ザウエ13。スカートの丈短すぎ。はい、定額。そんな。くそ、肛門チェック厳しすぎだよ。あ、新た。うわ、何あの引きさん。よし、合格。ありがとうございます。次はいよいよ私。今までのオンモードを金振りしてた超ど田舎女子高生スタイルでクリアしてやる。切ったスカートは下げ足りないのでファスナーをギリギリまで下ろして腰ばきならぬ尻ばきしてくれ。さらに靴下を目いっぱい上げて絶対領域を最小に。これでスカートが長く見える目の錯覚を利用。超真面目モード完成。よし合格。ありがとうございます。何あの子、なんて歩き方してんの。スカート下げすぎだろ。ふっふっふ、私が本気出しゃこんなもんよ。ボロ雑巾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 。そんな目で私を見ないで。お願い。って嫌だ。そんなの嫌だ。ねえ、みんなで署名集めて抗議しよう。でも先生に逆らったらまずいんじゃ。あの染谷って先生厳しそうだし。でもなんで染谷先生に校則決定する権限があるんだろう。俺たちの生活スタイルを正すために雇われたとか。マジで。みんな戦おうよ。厳しい校則に縛られるなんて嫌でしょ。全校生徒の署名集めて抗議しようね。みんないい心がけだ。教師に歯向かわない方が身のためだ。何しに来たのよ。断言してやるよタミヤ。お前がどんなに呼びかけても署名は 100% 集まらない。それどころかお前は学校で孤立する。確実にな。なんだお前。やめてください。そういきり立つなよ。お前らが新校則を撤廃してほしいって言うなら考え直しても構わないんだぜ。本当？その代わり俺との賭けに勝ったらな。賭け？ああ今度の模擬テストでクラス平均70点以上取れたら撤廃してやるよ。あ、
あのくったらないバレンタインの催しも許可してやる。分かった、受けて立つわ。テストは来週だ。しっかり勉強しておくんだな。聞きました？タミヤのクラス高速撤廃で染谷先生と勝負するらしいですよ。どうしてあの通信簿バカがこの学校の行く末を担うことになるのよ。染谷だか米屋だか知らないけど、大体その新任教師は何様のつもり？超イケメンですよ。何がイケメンよ。イケメンって言っても所詮高校教師レベルでしょ。たかが知れてるわ。こうなったら私がガツンと言ってあげる。本当ですか？さすがです。三流イケメンなんて私がひねり潰してあげるわ。染谷、ソメヤ様。レディー、はじめ。あー疲れた。あー私工場行ってこよ。俺もいらっしゃい。ねえニカ、どうだった？神山くんが言ってたとこバッチリ出たね。そうだね、なんとかクリアできてたらいいけど。あ、私歴史大丈夫かな。新たのおかげで危機脱出かな。やっぱ頼れる男が最高だわ。ムヒヒヒ。しかしまさか染谷が。染谷？ねえ今ソメヤの話してなかった？ニカ様、いや、まあ。その話教えて。実はうちの兄貴から気になる話を聞きまして。お兄さん？俺の兄貴この学校の卒業生なんです。兄貴のやつソメヤのこと知ってて。え？ソメヤ昔この学校の生徒だったらしいです。ちょっと話があるんだけど。入るよ。油絵の具とシンナーの匂い、日が差しているせいかな。染谷の周りの空気がいつもと違ってすごくあったかい。優しい絵描くんだね。あんたの性格でこんな絵描けるなんてちょっとびっくり。でも色はもっと明るい方が好きだけどね。おいおい、来て早々ダメ出しかよ。まあいいとこついてるけどな。これも染谷なの？なんか調子狂う。あんた昔ここの生徒だったんでしょ？人気者で可愛い彼女もいたんだってね。でもある日突然転校したって。答えて、あんたの本当の目的は何？大きな声出してないとこいつの雰囲気に飲まれそうになる。なんでこんなにじっと見るの？何よ、ジロジロ見ないの。ちょ、ソメヤ、ちょっと離して。似てるなお前。昔の俺の声が震えてる。まさか泣いてるの？悪い、話ならまた明日にしてくれ。分かった。Thank you.
ニカ、どこ行ってたの？ちょっとソメヤを問い詰めようと思って。で、何か分かったの？何も聞けなかった。本当のことが言えなかった。染谷ってもともとここの生徒だったらしいよ。この学校を立て直しに来たんだろ。だから誰も染谷に逆らえ。